日本埼玉県埼玉市浦和区新名日本、埼玉県埼玉市南区新名新名は、埼玉県埼玉市の町名。現行行政地名は、新名1丁目及び、新名2丁目。それぞれが、浦和区及び、南区にまたがる。住居表示実施地区。郵便番号は、浦和区が 330-0065, 南区が336-0023。 埼玉市の区政志向に伴い、自治会の区域に従って両区に分割された。埼玉市南部の北部は大宮大地、南部は中石平野に位置する。浦和区岸町、南区南、本町、根岸市、白旗と隣接する。中央を大谷城、高木線が東西に貫き、西端を旧中線道が通る。地内は主に住宅地で、 浦和の高級住宅地となっている。住宅地の地価は2019年1月1日の工事地価によれば、新名一丁目6の15の地点で33万5千円平方メートルとなっている。かつてはこの周辺は、教会が入り組んでおり、新名台と通称されていた。2017年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町内に鉄道は付設されていないが、東日本旅客鉄道京浜東北線、武蔵野線南浦和駅、または埼京線、武蔵野線武蔵浦和駅が徒歩圏内にある。ありがとうございます。